シチェルバコフシュッシュマイナス2、シチェルバコフシュッシュマイナス2、または TS-1 やパイクという通称で知られる機種は第二次世界大戦中にソ連空軍での運用を目的にして出された軽営送機と連絡機を求める緊急の要求に合致するようにアレクセイ・シチェルバコフが設計し第47設計局で製造されたソビエト連邦の総発多途時である。 成功策であることが証明されると、戦後も長年民間やソ連、数カ国の同盟国の空軍で運用され続けた。ドイツのロシア侵攻により、ソ連空軍が前線で使用する、軽輸送機、多用途機を緊急に入手する、必要性が判明した。以前は、経営カリーニン記念試作設計局で働き、油圧キャビンやグライダーの設計作業の指導を行う、前には、 ポリカールポフ I-153 戦闘機の設計にも多大な影響を与えたアレクセイ・シチェルバコフがこの TS-1 と命名された機体の設計と開発を指揮した。ハンペラ持ち式の高翼端容器である TS-1 は戦略物資を最小限にしか使用しないように設計され、その顕著に流線形な機体のほとんどが木製であった。エンジンは当時入手可能となった。 種別オフ M-11 製型エンジンを2機搭載した。イリューシンイル -2 の硬着装置とともに、ラボチキンラ -5 の部品も流用されていた。この機体は固定オリン式の硬着装置と2枚の垂直尾翼を持っていた。1942年遅くに初飛行を行い、1943年初めに初飛行を行ったシュッシュ -2 と解明された機体は、 要求に合致する性能を有することが分かった。生産は AS ヤコブレフ記念試作設計局のためにバレリーチカロフが設立したオーク部マイナス47で1943年10月に始まったがシチェルバコフが設計した機体の製造はシチェルバコフの管理下に移管された。シュッシュマイナスには16名までの兵員か航空救急仕様では11名の負傷者を 搭乗させることができ、1.43メートル1.64メートルまでの大きさの貨物を搭載できた。また、この機体は航空搭乗員や広報誌の訓練にも使用することができた。独ソ船の前線で輸送と連絡任務に広範囲に使用され、目立たなかったが実利ある働きを見せた。1945年に高出力化し1 0 8キロワットを発生する。 M-11FM エンジンを装着し、改良された主翼を取り付けた改良型の出ュッ -2TM が収益した。設計上では、性能が向上していたが、同年5月には、戦争が終結して、この種の機体の必要性が薄れていたためにこの型を量産に移す決定はなされなかった。ディーゼルエンジンを装着した型が提案され1945年7月に、 試験飛行が行われたが、同様に量産はされなかった。収益してから出力不足が判明したが依然として、操縦は容易で信頼性の高さと整備の簡便さが、評判のシュッシュマイナスには戦争中にソ連軍で幅広く使用され、特にゲリラや赤軍パルチザンへの物資補給活動では、そうであった。シュッシュマイナスには、空挺兵の輸送にも有用であることを実証した。 1946年の生産終了まで、少なくとも550機のシュッシュ -2 が生産されたと見積もられ、大久部 -47 工場はこの生産終了と共に閉鎖された。戦争終結後も数年にわたりこの機体は、ユーゴスラビアやポーランドの空軍で使用されるようになり、ソ連では輸送や救急搬送といった民間分野でも広範囲に使用された。加えて、 アエロフロートでも戦後に数年の間アントノフアン -2 に代替されるまでいくつかのローカル路線の旅客輸送に使用された。ありがとうございます。